北見ローズガーデンの広沢です。こちらのバラ、現代バラの祖先ですね。中国原産の原種、ロサキネンシスです。日本語で香辛バラと言います。ロサキネンシスは、原種なんですけれども、結構紫色の可愛い花で、観賞価値も結構あると思うんですけれども、タイプが2つありまして、こちらはメジャーと言われるタイプで、つる性の品種ですね。これはほぼ春だけの開花サイクルで、あと秋にポツポツとほんの少し返り咲きするっていうのはありますけれども、でこれ以外に木立性の四季咲きのマイナーっていう方が、それはそんなに大きくならずに四季咲きで何度も花が咲くというものですね。この品種がヨーロッパに渡って、ヨーロッパで交配進められて、現代バラ、四季咲きの現代バラになっていくという歴史的な、中国原産の原種です。この株は、ツルとして仕立てるのではなく、シュラブローズ的に、剪定をしてみたいと思います。割とこういう細かい細い枝も残しておきます。細かい枝も結構たくさん残して、でシュートはある程度切り下げるという感じで、ほぼシュラブローズの剪定と近いものがありますね。これでこんもりと春は咲かすことができます。ロサキネンシスメジャーでした。